皆さんこんにちは。今回は、毎週恒例の情報募集動画になります。ぜひ皆さんにもご協力いただければと思います。このシリーズもだいぶ長くなってきましたね。それではどうぞ。一つ目、メガネをかけている人は霊感が強い、あるテレビ番組を探しているそうです。20年ほど前、深夜のテレビ番組にて、メガネをかけている女性は霊感が強い、という説を検証するという番組だったそうです。心霊スポットではない場所にメガネをかけている女性を連れて行くと続々と寒気がする、というようなリアクションが出てきて、それが面白いというような内容の番組で、心霊番組ではなくバラエティ系だった記憶があるそうです。これについて調べてみると、確かにそのような内容の番組があったというツイートがありました。若干意味が異なりますが、そのような番組があったというのは間違いなさそうです。何の番組かまでは見つけることができませんでしたが、もし何かご存知の方がいらっしゃればコメントお願いします。二つ目、少年ガンガンのグロ漫画、ある漫画を探しているそうです。今から26、7年前の少年ガンガンに掲載されていた漫画で、OL 風の女性が自宅に帰ってくると蜘蛛が体に侵入していきます。その後、両親と食事をとるのですが、しばらく経った後、女性が苦しみだし、眼球が床に落ちて、最後は、眼球のない顔で苦しんで終わるという話だったそうです。これが何という漫画だったのか気になっているとのことでした。少年漫画に掲載されていたとは思えないほどグロそうな漫画ですが、確かにたまにホラー漫画が掲載されているのは、どの漫画雑誌にもありがちな話ですね。ただ子供が見たらトラウマになりそうな内容です。調べてみたところ90年代にゾーンというホラー漫画が連載されていたようで、内容も結構グロ系です。また同じ作者で魔界学園という漫画もあり、こちらはゾーンより古いですが、90年代まで連載されておりました。同じ話は確認できておりませんが、この漫画に心当たりはないでしょうか。3つ目、10分ホラー、あるホラー動画を探しているそうです。精神崩壊系に近い意味不明なホラー動画で、よくある複数の動画が継ぎはぎされているものだったそうです。タイトルは10分ホラーだったような気がするとのことで、特徴的な映像としては、八頭身の目玉親父が出てくるそうです。しかも実写だったそうで、ゆりかごと赤ちゃんの泣き声が聞こえますが、目玉親父が殺してしまうようなシーンがあるそうです。この八頭身の目玉親父とはどんなものなのか気になるので、今回情報募集動画に採用させていただきました。この手の動画というと、ホラー作品を集めたものが多いので、目玉親父もその一つなのでしょうか。こちら、情報お待ちしております。4つ目、不安になる画像、ある画像に関する情報を募集しております。その画像というのがこちらですが、まず皆さんにお聞きしたいのが、この画像を見て不気味に思う人はいらっしゃるでしょうか。これ、一体何の画像なのかというと、結構前に某大手 YouTuber が心霊写真として取り上げたものだそうで、いつ、誰がどこで撮影したものなのか全くわからない、スマホに勝手に入っていたという画像らしいです。この画像を見るとなぜか不気味に感じるという人が続出したようで、発見された経緯も含め非常に奇妙な画像となっています。この件が雑グロ掲示板でも話題になっておりまして、実は過去に2チャンネルで話題になっていたという情報もありました。もしかすると YouTuber に取り上げられる前に、2チャンネルで話題になっていた可能性があり、だとすると何か手がかりがあるかもしれません。こちらの画像に関して、過去に2チャンネルで見たことがあるという方や、何か情報があればコメントお願いします。5つ目、西洋の地獄、あるホームページを探しているそうです。2019年、もしくは20年に見たホームページで地獄は近代化が進んでいる、というような内容が書かれており、例えばヒトラーは死後地獄に落ち、現在は首だけの状態で硫酸の入った水槽に閉じ込められているというようなことが書かれていたそうです。サイト内に書かれていることが、まるで書き手が本当にその光景を見たことがあるのではないか、と思うくらいリアルで不気味だったとのことです。
これも実際に見てみたいですね。比較的最近の話なので、サイトはまだ残っている可能性が高いと思います。こちらに関して、同じようなホームページを見たことがあるという方がいらっしゃいましたらコメントお願いします。6つ目、ヤバいサイト見つけた、あるサイトを探しているという話でした。当時、オカルト板を見ていたところ、ヤバいサイトを見つけたというスレが立っており、占い関係のサイトが貼られていたそうです。実際のサイトに飛んでみると一見普通の占いサイトだったそうですが、背景と同じ色でページの右端に、あなたは刺されて死ぬ。あなたは溺れて死ぬ。というようなことが書かれていたそうです。こちらに関してですが、もしかすると過去に雑風呂でも扱ったサイトかもしれません。2010年代前半に話題になったサイトで、現在は削除されておりますが、アーカイブは残っており、こんな感じで、背景色と同化して物騒なことが書かれているというサイトです。一見すると普通の占い系のサイトなので、これを偶然見つけてしまったらかなり驚くかもしれませんね。おそらくこのサイトかと思いますが、他にも候補があれば教えてください。7つ目、メキシコの小人、ある心霊映像を探しているそうです。6年から8年前にテレビで見た心霊映像でおそらくメキシコの家の中を撮影した動画で階段を上がり、2階の廊下が映る時に小人が部屋の前に立っていて、小人が撮影者を見ると部屋に駆け込んでいきますが、撮影者がその部屋の中に入ると何もなかったという映像だったそうです。6年前から8年前というと、世界の怖い夜のような番組で放送されていた映像でしょうか。こちら情報をお待ちしております。8つ目、青い節、ある心霊映像を探しているそうです。撮影者と友人が居酒屋で飲んでいる最中、ふと友人がカメラに背中を向けると、そこに兜をかぶった青い武士の顔が浮かび上がるそうです。その映像の最後、店の近くで事故死した人がいる、というナレーションが挿入されていたとのことです。この映像を2021年頃、YouTube で見たそうなのですが、心霊番組の切り抜きなのか、心霊映像を作っているチャンネルでアップされたものなのか、そこら辺についてはちょっとわかりませんが、こちらも2021年なので比較的最近の動画ですし、まだ残っている可能性はありますね。このような心霊映像を YouTube で見たことがあるという方がいらっしゃいましたらコメントお願いいたします。以上、今回の情報募集動画になります。よろしければご協力いただければと思います。それではまた来週、募集結果の動画を出しますのでお待ちいただければと思います。